皆様、どうもこんにちは、ミントスです。今回は君の偽物に恋をするプレイしていこうと思います。このゲームは恋人の刹那が突然と姿を消してから1年、彼女と初めて話したあの場所で、僕は彼女とウリ2つの永遠に出会ったという、とても何か意味深なストーリーですね。それでは早速プレイして参りましょう。このゲームにはショックの強い表現が含まれています。苦手な方、心臓の弱い方はプレイをお控えくださいということです。気をつけてください。はい、そうですね、もちろんですね。吐く息の白さと降る雪の多さに嫌気がさす。子供の頃は雪が降っただけで嬉しかったはずなのに、今は不便さや不快感を抱くようになってしまった。そうだね、俺もなんか昔は雪降ってて嬉しいって感じあるけど、今はマジでクソ寒いなと思うだけです。なぜでしょうか。どうして変わってしまったんだろう。どうしてなんでしょうね。これは私もわかりませんね。あ、すごいですね。もう一面がもう雪降ってますね。急ぎ足で会社までの道を歩きながら、一日のスケジュールを思い浮かべる。9時から小説家の先生と打ち合わせで、ビルの隙間から差し込む光を眩しそうに見つめる横顔。10時からは後輩の書いた記事のチェック。少し先を走っては転ぶ危なっかしい後ろ姿。10時半には外回り行ったいよな。予定がつめつめだ。どのお店に入っても何をしていても幸せだと微笑んでくれた、多分これ彼女と思い出でしょうね。これね、泣き顔なんて見たことがなかった。あ、また余計なこと考えてる。僕はこの街が嫌いだ。この場所にいると君のことを思い出してしまうから。彼女との思い出なんですかね、ここは。でも僕がこの街から離れられないのは、ここにいればいつか君が帰ってきてくれるんじゃないかと期待しているからだと思う。スマホで時刻を確認する。余裕を持って家を出たせいか、まだ出社には十分に時間があった。だからこそ思い出してしまうんでしょうね。僕は駅付近にある欅色並木を続く通りへ足を運ぶ。そのまま5分ほど歩き進んだところで、懐かしい光景が視界に入った。つい年ほど前まで僕はここにある小さなカフェでバイトをしていた。ということは24歳ぐらいってことか。そこにお客さんとして現れたのが刹那だった。元カノの名前ですね。初めて会った時、刹那泣いていたんだよな。過去を思い起こしながらぼんやりと店内を覗き込む。いそいそと働く店員にビシッた顔はいない。2年働いてるとね、まあもう結構いなくなったりとかしそうですもんね。僕が働いてた頃に遅いなった店長も体を壊して病気療養中だと聞いた。今は店長の弟さんが代わりをしているんだとか。僕の視線の先は自然とあの席へ向かう。かつて彼女が座っていた場所。え？何気なく眺めただけだったけれど、目の前の光景に僕は釘付けになる。嘘だろう。あまりの衝撃に自然と声が漏れていた。あるはずのない姿が。え、元カノいた。待ち焦がれ続けた横顔がそこにあった。僕は入る気持ちを抑えきれず
店内入った。いらっしゃいませー。何名様ですか。ちょっと応対する店員の声を失い、彼女を座る席まで歩くと、スマホの画面を見せる彼女に向かって声のボリュームを聞いたず叫ぶ。刹那。スーツを着ているからだろうか、あの頃のあどけなさは感じられなく、めっちゃ可愛いんだけど何この髪型。この髪よ、この髪型やばいですね。破壊力が高すぎる。これ絵描いてたすごいな。最後に会った時よりも髪も随分と長くなっている。弟短かったんですかね。彼女の姿は自分の知らない綺麗な大人の女性のように見えた。僕の声を聞いた刹那がゆっくりとこちらに視線を移す。刹那、ずっと探してたんだぞ。今までどこに行っていたんだ。急にいなくなったりして。彼女を一目見ただけで思いが子供になって溢れてくる。すごいな、キョトンとした顔してますもんね、これね。表情を変えることなく、彼女はぼんやりとこちらを見ている。多少雰囲気が変わっているこそいるが、今僕の目の前にいる女性は、年前にこの場所で出会い、付き合うことになった女の子。どういうこと？出会った瞬間付き合うってことだったってこと？1年前、何の前触れもなく、目の前から忽然と姿を消した僕の彼女。刹那に違いなかった。どうせお客様、周りのお客様迷惑になりますので、店内でお静かに。とりあえず受け付けで戻っていただけますか。横から知らない声が聞こえ、よっとすると店員がイライラしながら僕に話しかけていた。刹那に夢中で店員の存在気づかなかった。ああ、いや、今それどころじゃ。この機を逃せばもう二度と彼女には会えないかもしれない。他人にかばっている暇なんてない。嫌な焦燥感に代わりに僕の耳に、すいません、この人私の知り合いです。懐かしく優しい声が聞こえた。あ、お連れのお客様でしたか。はい、ご迷惑をおかけしました。刹那が丁寧にペコリと頭を下げる。その丁寧な仕草は僕の知る彼女とはかけ離れていて、結構彼女はガサツだったんですかね。記憶にある彼女はそのことに少しだけ違和感を覚える。とりあえず座って。あ、いいっすか、すいません。彼女が目の前の席へ座るよう僕を促す。ああ、ありがとう。僕は言われるがままに席に着いた。ではごゆっくり。次は最初からそう言えよ。そうだよね。店員がぶつくさと文句を言う声が耳に入るもん。そんなこと今の僕にはどうだってよかった。まあそうだよね、まあそうなっちゃうよね、今の状況を考えるとね。さっきはごめん、久しぶりだったから動揺しちゃって。頭をかきながら彼女に詫びる。いや、でも本当久しぶりだね。1年ぶりだよな。黙っちゃってんだよね、これ完全に向こうね。刹那は少しだけ考えるような素振りを見せると口重そうに話を切り出した。あの、どちら様ですか。彼女の言葉に僕はカップを取ろうと伸ばした手を止める。どちら様って、あ、何の冗談だよ。僕は君の彼氏だよ。僕の言葉を聞いて彼女の表情が一瞬にして曇る。私の彼氏？それ何の冗談ですか。これって流行りのナンパか何かですか。だとしたら最低ですね。店の中で周りの人に迷惑かけてナンパって。
何言ってんだよ。あなたこそ何を言ってるんですか。だって私たち初対面ですよね。え、せつのよそよそしい態度に僕の嫌な胸騒ぎのようなものを感じていた。1年という歳月で人はここまで変わってしまうものなのか。喋り方も雰囲気もあの頃とは全然違う。これではまるで本当に他人みたいじゃないか。初対面ならさっきのは何だったんだよ。さっきの知り合いだって話してくれたじゃないか。ああ、彼女は僕を責めるような口調で言葉を続ける。だってああでも言わないと店員さんが納得しなかったでしょ。下手すれば迷惑な客がいるって通報されてましたよ。いややっと会えたのにこんな仕打ちを受けるなんて。でも仕方がないのかもしれない。なんだ仕方がないって、なんか言ったのかお前。あの日刹那が僕の前から姿を消した日の前夜、彼女から珍しく電話があった。あの時僕は彼女に対して不誠実な態度を取ってしまった。一体何したのこのクセロは。一体このことが彼女を傷つけてしまったんじゃないか。刹那が最後に電話をくれた時、仕事を忙しそう言い訳に僕は君の話をちゃんと聞かなかった。ごめん、ずっと謝りたいと思ってたんだ。あの、何の話をしてるか本当にわからないんですけど、いや、何こうちょっと絵のちょっとね、さっきまではちょっとなんかえっていう顔していたところからの虚頭した表情からのこの左頬に流れるこの汗の絵ね、素晴らしい絵ですねこれね。本当に彼女の表情からはなおも警戒の色が伺える。うせや冗談を言っているようにはとても見えなかった。君は刹那だよね。バカな質問だとは思わなかった。むしろ望まない答えが返ってくるような気がしていた。え、いいえ、私の名前はトアですよ。刹那さんって誰ですか。彼女と話をし始めてから抱いていた不気味さや違和感、その正体に僕はようやく気づいた。この子は僕の知る刹那とはあまりにも中身が違いすぎる。でも容姿は彼女そのもので、まるで彼女のドッペルゲンガーに出会ってしまったような、そんな薄気味の悪さ。トアさん、はい、なので人違いだと思いますよ。こんなことが本当にあり得るのだろうか。人違い、証拠を見せてくれないか。はい、君が刹那じゃないってことを証明してくれ。そうすれば諦めがつく。なんで私がそこまでしなきゃいけないんですか。いや当たり前だよな、これに関しては。そりゃそうだ。本当に人違いだったらごめん。でもどうしても納得いかなくて。ああ、彼女は短くため息をつくと丹念したような表情で口を開いた。わかりました。でもその前に、あなたがタチの悪いナンパ野郎じゃないという証拠を見せてもらえますか。タチの悪いナンパ野郎。いやでも向こうの視点から見ると本当にその通りなんだよね。だっていきなり知らない男にイエーイ、久々やん、俺やん俺やん俺やでーって言ってますからね。まあこれ間違えてないですね。そんな風に思っていたのか。ごめんなさい、さすがに言い過ぎたかも。あ、ちょっとね、あ、ちょっと混ぜたかもって。いや、この表情のイラストむちゃくちゃいいな。なんだこれ。いや、いいんだ、その通りだし、君の立場からすればその通りかもしれない。しかしナンパではない証拠か。なんでもいいですよ。例えばそうですね、あ、写真とかどうですか。見間違うくらいなんだから私に顔そっくりなんですよね。写真はないかな。刹那は不思議と写真を撮ることを嫌った。
何度か無理にツーショットを撮ろうと試みたことはあったが、僕がデータを消すので決して許してはくれなかった。ないんですか彼女なのに。いやそうだよな、それちょっとなんか怪しいよね。わかる。じゃあ内装は LINE のことですかね。何か恋人らしいメッセージを送り合ったとか。あーでも他人 LINE を見せるのは嫌ですかね。刹那は彼女は携帯を持ってないんだ。彼女は自分の履歴が残る行為を嫌った。だから僕らが普段会うときは時間を決めて待ち合わせをしていた。僕は彼女に連絡先を伝えていたけれど、電話をかけてくれたのはいなくなる前日の一度きりだった。本人はアナログ人間だからと笑っていたが、今考えてみると少し妙ではあったと思う。証拠何もないんですね。いやちょっとなんか冷たくなっちゃう。これはこれはね、これはまあ冷たくなるに分かるね。うん、俺もちょっとなんかここへ行くと、え何こいつなるわ。俺でもなる。男同士でもなると思うし、同性でもなると思う。これに関しては、やっぱりただのナンパじゃないですか。声のした方で目を向けると、トアがムッとした表情でこちらを見ていた。私今就活中であまり時間がないんですよ。ああそれでスーツを着て、なので用がないならもう行きますね。彼女は自分の支払い分をテーブルに置くと席を立とうとする。えちょっとどうする。今呼び止めなければもう二度と彼女には会えないかもしれない。僕はこれはちょっとセーブしていきましょうか。わかりませんからね。肩をつかむでしょう。ちょっと待てよ、もう少し話そうね。彼女は焦ったような表情でこちらを見返してくる。あれこれ良くなかったんじゃない。いきなり触らないでください。いやそりゃそうだわ、あなたと話すことはもうありませんから。せつな、そんなこと言わないでさ。だから私はせつなって人じゃないって。そうだ、思い出話よ。思い出話。あ、思い出話いいね。あ？僕は彼女を包み止めたい一心で苦しい紛れに会話を続ける。初めてのデートで水族館に行った時にさ、あなたもしつこいですね。いや、それくらいそうだよね。まあ、しつこいよね。せつな、マグラが泳ぐのを見て中トロだって言ってさ。僕それがおかしくて。私時間がないって話しましたよね。まあそうだよね。そんな他人のね、まあ言ってしまう、今のところは他人かなみたいなとこあるじゃないですか。その時に他人の馴れ初めみたいな話されてもなんか、はお前何言ってんだって。もうなるよね、これは。なる、これは。もう仕方ない、これ見て出ちゃうと思う。だって知らない人なんだもん、言ったら。でもこれどういう感じになるんだろう、これ。ごめんなさい。もう行きますね。彼女は身なりを整えると席を立った。待ってよ、まだ話が。慌てた僕は彼女の腕を掴もうとするけれど、僕は伸ばした手を誤って彼女の鎖骨あたりに振り出してしまった。え、お前やばいってこれは。ごめん。言い終える先に激しい音と少しの痛みが僕を襲う。頬がじんじんと痛む。驚いて彼女の方を見ると、とは右に涙を浮かべながら怒っていた。いやそらそうでしょ。そうしてようやく僕は自分が彼女にビンタをされたということを理解した。セクハラ最低ですね。彼女は吐き捨てるように言うと、そのまま店を出て行ってしまった。ああ、やってしまった。僕はバカだ。もう少し冷静になってさえいれば、こんなことにならなかったのに。
その後、僕が感謝することは二度となかった。バッドエンドやんけい、これ。よかった、セーブしてて。後悔、いや、後悔しかないよ、このどう考えても。君の偽物に恋をするじゃなくて、自分のセクレに後悔するになっちゃったんだけど、完全に今。そうですね、まあ女の子にね、勝手に触るって絶対良くないと思うんで、次から触られるようにね、やっていこうと思います。あ、肩つかまないです、つかまないです、つかまないです。時間を取ってしまって申し訳ない。その僕の勘違いだったんだと思う。ごめん。僕の態度にトマは少しだけ罰音悪そうな表情を見せた。いえ、私の方こそ初対面で言うと必要なこと言ってしまいました。ごめんなさい。それじゃあ、私本当に時間がないので。そうだよね、ごめん。正直なところまだ彼女を返したくはなかった。聞きたいこと、言いたいこと、何よりまた会える保証なんてどこにもないからだ。それでも今これ以上の追求は彼女を不快にさせるだけな気がした。まあ、時間がないってますからね。就活頑張って。ありがとうございます。笑顔も可愛い。何この子。それじゃ、さようなら。バリはトアが微笑んでくれた。その表情はほんの少しだけ切ないに似ている気がした。今日も疲れたな。夜20時過ぎ、仕事が終わり、帰り道を一人歩く。正直、今日は仕事が全く手につかなかった。上司はおるか、後輩にさえ上の空と注意されてしまった。それもそのはずだ。1年間待ち続けた恋人、うり二つの女性に突然出会ってしまったのだから。まあそうなるわな、そこはな。うん、悲しかない、それは。やっぱり、あれは刹那だったんじゃないか。信号が青に変わるのを待ちながら、今朝の出来事を思い起こす。連絡先くらい、聞いておけばよかったかな。街の明かりをぼんやりと眺めながら、後悔を口する僕の耳に、うわ彼女の声が聞こえた気がした。驚いて横を見るとそこには、あ、またあなたですか。何この立ち絵もとても可愛い。やっぱりストーカーなんじゃないですか。就活終わりであろう彼女の姿があった。まさかまた会えるなんて。いや、偶然だね。本当に偶然ですか。まさか待ち伏せしてたんじゃ。彼女に疑われ、僕は慌ててかぶりを振る。いやいや、本当に偶然だから。ここ僕も帰り道だから。それにこんなに寒い中待ち伏せさすがにしないよ。それもそうですね。すみません、気のせいだろうか、今朝に比べるとあまりが元気がないような気がする。もしかして。いや、おこなんの意味わかんないじゃん。就活うまくいってないじゃないですね。え、就活だって聞いた気がしたからさ。元気がなそうだったから面接とかでうまく話せなかったのかなって。ごめん、余計なお世話だよね。いえ、平気です。それ図星ですから。どうやら僕の予感は的中したらしい。僕は今朝の反省を踏まえ、彼女とできる限り普通に接することにした。極力刹那の話題は出さないように。とはという一人の就活生と会話をしようと心に決めた。これをまた余計なお世話だと思うけど、僕でよかったら相談に乗るよ。これでも一応社会人だし。え、
彼女何お何て思われてたのこれ。もしかして彼女が驚いた表情で僕の顔を覗き込む。会ったばかりの相手にこんな提案をしたらそれこそナンパだと疑われてしまうかもしれない。その正直な話、10月を始めてから手応えのようなものは全くなくて、けど周りに相談できそうな年上の人もいなくて、だからとても助かります。おい大丈夫かこの子も。彼女の言葉に僕はほっと胸を撫で下ろす。どうやら僕の提案は彼女には好印象だったようだ。マジ？それにと彼女が付け出す。事情はよくわかりませんけど、あなたが一生懸命なことは伝わりましたから、悪い人ではないんだろうなって。あ、例えばお名前、あ、本当だ。彼女のことを切な本人だと決め込んで話していたせいか、自分の話をすることをすっかり忘れていた。僕は桜井明文。桜井さんですね。うん。出会って間もないから仕方がないとはいえ、刹那と同じ声と顔で名字呼ばれるのはちょっと答えるな。刹那は僕のことを最初から名前で呼んでいたし。え、そうなの？なぜこの音楽。あれ、刹那ってどんな声出たっけ。刹那の姿が目の前のとわと重なっていき、彼女の存在が不透明になっていく。桜井さん、ああ、うん、ごめん。何今の BGM 不穏すぎない？考え事をしている場合じゃないな。目の前の彼女は刹那本人ではないのかもしれない。それでも刹那と何かしら関わり合いのある人物である気がする。トワと接点が作れる好チャンスを逃すわけにはいかない。僕は思い切って彼女に提案をしてみることにした。もし嫌じゃなかったらさ、連絡先交換しませんか。え？みたいな顔されてんね。え？え？彼女の反応が意外で僕は少しだけ動揺する。ごめん、嫌だった。うん、そうじゃなくて、桜井さん今朝ものすごい勢いで迫っていったのに今回やけに慎重だなーって、なんだかそれがおかしくて。いや、あの時はアドリナリンがドバーッと出ていったというか。何ですかそれ。内装でいいですよね。彼女はスーツのポケットからスマホを取り出す。実はですね、彼女はスマホに視線を向けたままつぶやいた。初めに桜井さんに声をかけられた時、この人は何の話をしているんだろうって疑問はあったんですけど、嫌悪感とか嫌だなって気持ちはあまりなかったんですよね。なにー、え、桜井くんもしかしてイケメンさんってこと。いきなり声をかけられたのに。それってなんだか不思議ですよね。なにこれ、どういうこと。僕急に腹立ってきた。なにこれ。今日はカフェで友に就活のアドバイスをする約束をしていた。アイドル席へどうぞ。僕に息するでもなく僕の足はあの席へ向かっていた。席に座ると窓の外の様子をぼんやりと眺めながらトアが来るのを待つ。約束したはいいけれど、もしかしたら彼女は来ないかもしれない。いや、もしかしなくともだ。常識的に考えていれば、昨日会ったばかりの男から就活のアドバイスだなんて本当に余計なお世話だよな。はあ、いや来てくれるでしょ、トワちゃんは。え、何お前、何はぐらかからされたパターン、これもしかして。ごめんなさい。ええ、何何泣いちゃってんじゃん。ええあれ、初めて会った時の刹那は、あ、これが刹那なんだ。本当に売り二つ。まるで子供が叱られたみたいに瞳に涙をためていた。
君が食い逃げをしようとしか、とんでもねえやろじゃねえかこいつ食い逃げだなんて、そんな人気が悪い。この日、店長不在の職場でちょっとしたトラブルが起きていた。高校生くらいだろうか。目の前の彼女が支払いを済ませずに店を出ようとしたらしい。困り果てた同僚はバイト歴の長い僕に判断を任せたというわけだ。財布は持ってないです。おい、どういうことだこいつ。財布がないことにはいつ気がついたの。最初から知ってました。隠し犯じゃんこれ。どういうこと。最初から知っていたのにランチセット頼んだ。はい、美味しかったです。いや、その屈託のない笑顔やめて。思わず財布がポケットから出てくる。本当に、ああありがとうじゃなくて。食べた後支払いはどうするつもりだったの。食べ終わるまでは考えてませんでした。え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、バカの子なのこの子。それを食い逃げというのでは。はっ、はめられた誘導尋問だよこれ。いや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 、待て待て待てこいつえ、節度やばくない。彼女は再び悲しげな表情でうつむく。表情コロコロ変わる子だな。喜怒哀楽が激しいですね。でもまだここにいます。ん？逃げてないので食い逃げではないです。それはへりくつでは。まあいいや。携帯で家族に連絡取れる。携帯持ってないです。あ、そう、困ったな。とはいえこのまま返してしまうのは彼女のためも良くない気がする。とりあえずこの紙に住所と名前書いてもらえる。そしたら今日はもう帰っていいかな。夢好きにはまだ早いかもしれないが、彼女は嘘を連絡先を書いてその場をやり過ごそうとするようなことはない気がしてきた。彼女はしばらく考え込むと紙に小さく文字を書き込んだ。刹那さん。それ以外は何も書かれていない。困ったな。食い逃げをしたのが家族に知られるのはさすがに罰が悪いのだろうか。もしくは家族と連絡を取れない事情でもあるのか。例えば家出をしてきたとか。何にせよ難しい展開になっていったな。僕が困り果てているとちょうどいいタイミングで店長が帰っていってくれた。僕は店長に事の顛末を説明し、そのまま彼女の応対を任せることにした。これが僕と刹那の出会いだった。いや、なんかすみません、あのクイーンゲハンと店員さんっていう話しか思いつかないんですけど、全然いい出会いじゃないですね。桜井さん、あ、来てくれたわ。髪の長いね、当初のなんか個人的には可愛いですね。こう見てる感じはわからないね、同じ顔だけど。気がつくと、トアが不安そうに僕の顔を覗き込んでいた。ああ、ごめん。どうやら僕はトアを待つ間に眠ってしまっていたらしい。仕事の疲れが取れてないんじゃないですか？大丈夫ですか？いや、全然大丈夫。そんなことに今日はありがとうね。いえ、こちらこそありがとうございます。正直な話、今日は来てくれないんじゃないって思った。どうしてですか？冷静に考えてみたら僕ってだいぶ怪しいやつだったし。あは、確かに。でも約束しましたからね。ねえ、めっちゃいい子この子。何この子、震えていったからだ。約束はちゃんと守らなきゃ。え、いい子すぎる。きっと彼女は誠実で素直な性格なのだろう。食い逃げしようとしたやつとは違うな本当に。それじゃあ早速始めようか。はい、よろしくお願いします。トアはカバンからノートを取り出すと僕に差し出す。すごいな、
ノートには現状面接を進めている企業や業種などの詳細な情報が丁寧にまとめられていた。これだけ分かりやすく情報がまとめられて、ナンパ野郎のボケの応答も丁寧だったから、きっと面接も問題はないだろうし、ナンパ野郎って自分で言っちゃってね。これでは僕の出る幕なんてないのでは。僕は少しも彼女の力になれないかと、パラパラとノートをめぐる。寿司丸総合職3次面接まで合格。朝日電機事務職2次面接まで合格。トラフ文庫営業職次が最終面接。治水道総合職3次面接まで合格。すごいですね。なんというか、業種がバラバラだね。そうでしょうか。いや、そうだろう、どう見ても。この中で第一志望はどこなの？第一志望ですか？トマが首をかしげる。そのまましばらく黙り込んでしまった。特に多分希望がないのか、考えがうまくまとまらない。しっくりくる言葉が見つからない。彼女からそんな雰囲気を感じ取れた。もしかしたら就活がうまくいかない理由って、トワさんはさ、自分のやりたいこととか夢って何の？やりたいこと？彼女の光から、彼女の瞳から光が消えかけていることに気づいた僕は、慌てて言葉を付け出した。難しく考えなくても大丈夫だよ。子供の頃何になりたかったとか、誰といる、何をしている自分が好きかとか、こういう話で自分だからさ。ありきたりな話かもしれないけど、就職活動の第一歩は自分が何をしたいのか、すなわち自己分析が始まるのだと思う。自分のことがわからなければ、膨大な数の職種から自分に合った仕事を探すのは難しいことだろう。わからないです。え？子供の頃になりたかったものも、何をしている自分が好きかも、よくわかりません。淡々と話をする彼女の姿は痛々しくもあり、彼女はもしかしたら空っぽなのかもしれないと思った。これまで全部他人が決めてくれたから、考えたこともなかったです。いや、なんか恐ろしいね、それもね。なんかめちゃめちゃ恐ろしいわ、この子が今。自分が何になりたいかなんて。そう、なんだ、闇深くない、この子も。はい、やっぱりこのままじゃ良くないですよね。いや、絶対良くないね。うん、そうかもね。会社は新しく入る人のやる気や熱量を面接で見ている。そういう意味では彼女は他の就活生に比べると不利な状況にいるのかもしれない。桜井さんの仕事の話を聞かせてくれませんか？僕の仕事の話？はい、桜井さんが今されているお仕事に対してどう思っているのか、どうやってその会社を選んだのか、参考に教えてほしいんです。深夜営業、急な依頼のキャンセル、ブラック、手戻り、上司の隣声、仕事と聞いて僕の脳に嫌なイメージがついついと浮かぶ。ダメだダメだ、これから社会人になる彼女に悪い印象を与えるのは良くない。僕はできるだけ本音を隠して慎重に言葉を選んだ。雪塩社って知ってる？わかります、県内で結構有名な出版社ですよね。そうそう、僕はそこで働いているんだけどさ。そうだったんですね。僕さ、子供の頃から本を読むのが好きで、どんな形であれ本に関わり合いのある仕事がしたいなって思ってたんだ。それで出版社に？うん。僕が思う出版社の一番の魅力は、誰かの門出に立ち会えるところかな。コアが頭にハテナを浮かべたような表情をする。小説や漫画を書籍にするときにさ、漫画家さんや小説家さんの話をたくさん聞くんだよ。自分は
こういう思いで作品を書いてる。こんなものを世の中に出したいんだって一生懸命語ってくれるんだよ。中には寡黙な人もいるんだけど、でも胸の内にはすっごい熱いものを持っていて、そういうさ作り手の思いとか夢を聞くことができて、もう夢を一緒に形にできるところが僕は好きで、彼女のために綺麗事を並べるつもりだった。でも当院説明している内容の全てが嘘を偽りなく自分が仕事に対して感じていた魅力で、ごめん、出版社で働くくせに話にまとまりがないね。いえ、とても素敵だと思います。僕の話を聞いたトアがおすりとつぶやいた。私も見つけられるのかな、自分のやりたいこと、なりたいもの。いけるよ。え？これは刹那？どうしようかな。よし、決めた。B アンチセットで。彼女は翌日の僕のバイト先に顔を出していた。クイーンゲハンがどうしてまたここに？クイーンゲハンじゃなくてセツナね。いや、そうムッとした表情も可愛いんだけど、え、お金払った？君ちゃんと名前で呼んでよね。セツナはムスッとした表情のままパンケーキを口へ運ぶ。そしてそんな彼女の様子を微笑ましく見守る店長。何なんだこの状況は。僕は店長にそっと耳打ちをする。どうして今日もあの子がいるんですか。ああ実はあの後彼女のご家族と連絡が取れてね。もちろんその時にお金を払ってもらったんだけど。ほら、クイーンハンじゃなかったじゃん。決めつけは良くないよ。結果的にそうかもしれないけど、というかどうしてそんなに偉そうなんだよ。店長の声が落ち着いて、普通に彼女に話聞かれちゃってるし。それでね、聞いてよ桜井くん、彼女うちのカフェのメニューが絶品で毎日も食べたいくらいだから、ぜひうちで働きたいって言うんだよ。僕それが嬉しくてさ。桜井くん、セツナが不思議そうに首を掲げる。傾ける。ああ桜井明美、僕の名前ね。桜のに秋ってちょっと変だね。言われてみれば。ま、そういうことだからさ。店長が僕の肩をポンと叩く。彼女今日からうちで働くことになったからさ、やると教えてあげてよ。なぜ僕が。だって桜井君が一番セツナちゃんと年が近いから。え、彼女高校生ですよね。僕もう22ですよ。いや、彼女20歳だよ。え？この子僕と2つしか違わないのか。言動があまりにも幼いからてっきり高校生かと。うわ、すごい失礼な人がいる。店長、この人クビにしましょう。やば。刹那がブスッとした表情でとんでもないことを口にする。ま、そういうことだからさ、これからよろしくね、ふみくん。ふみくん、めちゃめちゃどこにいんの。でも本当にうり二つなんだけど、何これ、どういうこと。ああ、まただ。トアと出会ってから刹那との日々を思い返すことが多くなった気がする。つい先ほどまで僕は彼女に就活のアドバイスをしていた。僕がトアと会うのはこれで7度目だ。彼女は僕のことを頼りにしているのか、この数日で僕らの距離はぐっと近づいた気がする。これはいいことなんだろうか。もしトアが本当にただ刹那に似ているだけの
彼女と全く何ら関わりのない女の子だったら、僕は塔を刹那の代わりにしようとしてるではないか。ダメだ、僕は少し疲れているのかもしれない。今日は早めに寝よう。僕はソーマーカフェを後にした。ちょっとなんかホラーチックだね、こうやって聞いてると。なんだろうこれ。何もう記憶がなんかあれじゃない、なんかもうガックンガックンだって言ってないこれ。なんか部屋に入ってからの刹那は終始落ち着かない様子で、リビングでペタリと座り込んだままキョロキョロと辺りを見回している。刹那でもさすがに異性の部屋は緊張するのかな。ない。何が？エッチな本がどこにも見当たらない。ようやく口を開いたと思えばこれだ。どうやら刹那はどこまでも刹那のようだった。持ってないよ。今は電子化が進んでるしね。はさすがに言わないでおっか。一冊も？にわかには信じがたい。何に期待してきたんだよ。かわいいな、なんだこれ。彼女を部屋に呼ぶのはこの日が初めてだった。期待と陳情からか何を話したのかはっきりと思い出せないけれど、ふみくんと知り合ってからもう1年くらいになるのかな。そうだね。今考えてみればこの頃から僕、彼女は僕の知らないところで悩んでいたのかもしれない。ふみくんは変わったよね。そうかな。そうだよ。当時の僕は仕事を始めてからまだ数ヶ月足らずで、あんまり遊んでくれなくなった。刹那と時間を確保することが難しくなっていた。彼女は変わらずカフェでバイトを続けていた。ごめん。あ、違うんだよ。怒ってない、ない、ない。ないが一個多いな。確かに多いと思ったよ、俺も。ふみくんが出版の仕事を楽しそうに話してみると、自分も嬉しくなるからさ。いい意味で変わったなって。ずっとやりたい仕事だって言ってたもんね。何この子、超優しいんですけど。これ本当クイーン派？ドイツ人物これ。初めは覚えることだらけで、叱られることも多くて大変だった。刹那は変わらないよな。あ、なんかちょっと、そう？そうだよ。何をするにも子供みたいに目キラキラさせてさ、四五回見た映画も初めて見るみたいなリアクションで。いやー、それほどでも。バカにされてる？いや、してない、してない。刹那は当たり前のことを当たり前だとは思わずに、毎日を全力で楽しめるような女の子だった。そんな刹那の前向きさが僕の考え方を変えてくれた。大変なことがあっても地域のある充実な日々を過ごしていると思えていた。刹那はさ、これから先も今のバイトを続けるつもりなの？どうだろう。今アパートの家賃家族にほとんど払ってもらっててさ、ほらうちのバイトって安月給が足りなくて、ほらあんまり家族に迷惑かけられないからな。ちゃんと就職して自立しないとだね。そっか。あのさ、もし刹那がよかったらなんだけどさ、僕らまだ付き合って一年だし、就職して間もないから気が早いって思うかもしれないけど。ん？就職してお金を稼ぐようになったら彼女に伝えようと思っていた。いや、もうこれはあれしかないですね。ここで一緒に暮らさないか。彼女は自分の過去や家族のことは話したがらなかった。僕もできるだけ触れないようにしてきた。でもいつかは話してくれると信じている。これから先共に過ごしていくうちに、少しずつでも彼女の抱えるものを一緒に背負っていきたい。大丈夫なのかな。え？刹那は不安そうな表情を浮かべていた。ふみくんが思ってるような子じゃないかもしれないよ。それはつまり、実は料理できたり礼儀正しかったりするってこと？ふみくんひどい。まあできなそうですもんね。
料理の下手な電子だと思われている。え、違うのこれ。もう完全にそれだけど俺の頭でも。ふみくんに対してさ、嘘だってついてるかもしれないし、すっごいずるいことを、悪いことをたくさんしてるかもしれないよ。食い逃げとか茶化すの禁止。ごめんごめん。でもそれでもいいかな。理由を聞かれると困ってしまうけど、悪いところもずるいところもそれも含めてセサーというなら、僕はそれでもいいと思う。そっか、ふみくんはそこまでして同棲したいわけだ。しょうがないな、まったく。セサーの照れ笑いが見られただけでも、僕は勇気を出して提案してよかったと思った。それじゃあ同棲記念日ということで一緒にお風呂入りとっかな。っ思わぬ提案に動揺する僕を見て、刹那は子供みたいに痛さっぽく笑った。ふふ、やっと勝てた。何の勝負をしてたんだよ。ぴょっぴょや、ここまったく。あ、なんだ、ピンポンがいたぞ。あれ？刹那？ああ、夢か。どうやら明かりも消さずにベッドで眠ってしまっていたらしい。手探りスマホを探し出すと時刻を確認する。24時。もうそんな時間か。あれ？今インターホンが鳴ったような。こんな時間に来客？夢と現実がごちゃごちゃになってるのかな？寝ぼけまなこまま僕はドアを開ける。誰なんだ？え？するとそこには予期せぬ来客の姿があった。え？とわちゃんじゃないか、もしかして。何か飲む？いえ、お構いなく。とわが僕の部屋で座っている。彼女は不安そうな表情で僕を見つめたまま、ちょこんと正座をしている。その仕草が、先ほどまでの夢の内容と対比され、刹那との違いがより鮮明になる。足、崩して大丈夫だからね。お気遣いありがとうございます。でもこの姿勢の方が楽なので。そう。やっぱり私帰った方が、さすがにこんな時間に一人にするわけいかないよ。それに泊まるところがないんでしょ。それはそうなんですけど、とわの話によると、今日は大手企業の二次面接があったそうだ。そこで面接官に気に入られ、23時まで飲みに付き合わされていたらしい。慌てて予約していたビジネスホテルに向かうも、何かの手違いで部屋がうまく取れていなかったらしく、終電を逃し途方に暮れて歩いていたところ、偶然にもこのアパートにたどり着いたそうだ。どうしてトワが僕の住むアパートの場所を知っているんだ。いや、そこだ。それも部屋番号まで。誰かに聞いたのか。誰に。もしくはやはり彼女は。ごめんなさい、やっぱり帰ります。難しそうな表情をする僕を見たトワがその場を立ち上がろうとする。ごめん、困ってはないから。ちょっと考え事してただけで。そうですか？うん。まあ、とにかくさ、もう少しリラックスしてくれていいよ。ありがとうございます。でも、なかなか難しいかもしれないです。男性のお部屋お邪魔するのは、これが初めてなんで。何？なかなかピュアですね。なんということだ。僕のリラックスした気持ちが吹っ飛んでしまった。そういえば、桜井さんは仕事でこちらに来られたんですか？ドアが気まずい雰囲気を変えようと話題を振ってくれる。うん、子供の頃からずっとこの辺りに住んでるよ。今は一人暮らしをしているけど、実家がものすごい近いからさ、たまに両親が顔を出しに行ったりするんだ。ドアがうんうんと相槌を打つ。ドアさんは？私も県内ですよ。ここからだと電車で30分くらいかな。そういえば、父さんって兄弟いるんだっけ？いますよ、妹が一人。え、妹？
私が就活中で面倒を見てあげられないので、今は親戚の家に預けています。預けてると言っても、もう19歳なんですけどね。妹？僕のつぶやきを聞いた彼女が言葉を継ぎ出す。私の両親、亡くなっちゃってるんです。え？父は私が幼い頃に、母は2年ほど前に病気で。そう。だったんだ。いや、なんか悪い。やはり、これなんかもうすごい気まずいやつよ、これ。トアは自分の胸の内を話し始めた。僕は彼女の話を黙って聞くことにした。彼女がそれを望んでいる気がした。ただ、母はとても教育熱心な人でした。父が亡くなってお金もないはずなのに、私にもいろいろな習い事をさせてくれました。私も母の期待に応えようと必死でした。私は母が作ったものを食べて、母が勧めた学校に通って、母に認められた人とだけ関わりを持ちました。母は私に対しては厳しかったのですが、対照的に妹に対しては放任できて、あれ？あれ？妹からすれば、それがとても気楽だったみたいで、妹は私に全てを背負わせてしまったことに気にしているようですが、当時の私には、辛いなとか嫌だなって感じは全くありませんでした。それが当たり前だったから、まあ、そうだよね。まあそういうなんか教育一番と、まあそれがなんかもう常識がもうそれにもうね固定化されてるから、気を思うこと絶対ないですもんね。私の全ては母で形成されていたんです。でもその母が亡くなってしまってようやく気がついたんです。自分に何も残っていないことに。ごめんなさい、こんな暗い話。落ち込む彼女の姿を見て、僕は仕事が辛くて逃げ出したくなった時に支えてくれる人たちの顔を思い浮かべた。トアさんはお母さんのことが大好きだったんだね。え？トアが驚いた表情で僕を見つめる。好きじゃなかったらさ、そんなに頑張れないよ。君は好きなことを一生懸命やっていたんだよ。それはちゃんと残ってると思う。そっか、そうかもしれないです。過ぎた時間は戻っては来ないから、今までのことが全て無駄だったなんて彼女に思ってほしくはない。自分が切に出会い変わったように、自分の言葉が父の考え方を変えるきっかけになればいいと思った。だからさ、新しく好きなことが見つかれば、きっとまた頑張れるんだと思うよ。僕の言葉を聞いた彼女の表情が少しだけ和らいだ気がした。いいです、桜井さんにそう言われると頑張る気がする。そっか、ああ、あとは素直に嬉しかったかな。嬉しいですか？うん、トアさんのことが知れて、相手のことを知るとさ、その人の人生も自分の一部になったみたいでさ、一緒に生きてるって感じがするというか、彼女は、刹那は自分のことはあまり話してくれなかったから。あ、これちょっとなんかいい感じなのに、結局、なんだ、私じゃなくて刹那とまたあれなんだ、なんか比べてるんだみたいな。いや、よくない、よくない、これ本当に。もうバッとしすぎる、これは。私を部屋に入れておいて、別の女の子との昔話をするなんて最低ですね。言われちゃうね、それは。確かに言われていれば結構不正かもしれない。あは、冗談ですよ。ありがとうございます、お話聞いてくれて。めちゃめちゃいい雰囲気やけど、何これ。トアと出会い、就活のアドバイスをするようになってから2ヶ月が過ぎようとしていた。僕は彼女に呼び出され、駅近くの通りを一人歩いていた。トアは先日、小さな会社の事務職の内定をもらったらしい。けれど、自分の本当にやりたいことなのか、このまま就職しても良いものか、まだ決めかねているようだ。僕は、彼女の力に慣れていることが素直に嬉しかった。きっと、この気持ちなんだよな。トアと一緒にいると、働き始めた頃の自分に戻れたような気がして、それが僕には少し心地よかった。桜井さん、こっちですよ。ドアが
僕に手を振りながら近づいてくる。その姿は初めて会った人はまるで別人で、随分と信用されたんだな。僕らは二人並んで歩き始める。就活は順調？はい、桜井さんのおかげで。僕は何もしてないよ。そんなことないです。前にもお話しましたけど、私就職のことを相談できる相手が周りにいなくて、だから本当に助かってるんですよ。そっか。はい。彼女が突然呼び出した理由を僕はなかなか聞き出せずにいた。話を聞いてしまったら何かが大きく変わってしまう気がしたから。それが自分の知りたかったことかもしれない。多分妹のことを聞きたかったんだろうね、これは。多分俺はそう思う。不思議と自ら話を聞き出そうという気にはなれなかった。人混みの少ない路地に入ったところで、トマが小さく身震いをした。少し寒くなってきましたね。そうだね。彼女は手に持っていたコートを羽織ると僕の方を向く。そしてそのまま、何？ない？え？何？いや、おい、結局主人公イケメンじゃねえか、これ。僕の胸へ飛び込んでいった。え？人肌の温かさが全身を駆け巡る。え、何？もしかしてこのトアが自由奔放な妹に憧れて、妹をフリをしていたとかそういう系？もしかして。彼女は黙ったまま僕の胸に顔を埋めていた。どれくらいそうしていただろう。しばらくの沈黙の後にトアがゆっくりと口を開いた。え、もしかして、あ、わからない、わからない。いや、これ見よう、これ見よう、気になる。桜井さんに伝えなきゃいけないことがあります。私、大学2年生の冬から1年間留学していたんです。え、それって。はい、母が亡くなってすぐに留学届を出していたみたいなんですけど、身に覚えがなくて。覚えがないってどういうこと？母が亡くなってから1年間の自分の行動が思い出せないんです。何を考えてどこで過ごしていたのか、私には当時の記憶が一切ないんです。記憶喪失ってこと？はい、原因は母を亡くしたことへのショックからだと思います。記憶にない空白の1年間、その時間が意味するものは。切ないやんけ、これ。母は私の全てでした。その母がいなくなってしまって私の心は壊れてしまったんだと思います。食事も全然喉を通らなくなってしまって、私の意識はそこで完全に途絶えてしまいました。もうこのままじゃダメだった時に、誰かが私に声をかけてくれた気がするんです。大丈夫だよって。彼女はダメになった私の代わりに一生懸命生きようとしてくれた。塞ぎ込んだ私の体に宿ったもう一つの人格。え、うわー、むちゃくちゃ話重いやつだこれ。そういうことか。それが刹那さんだと思います。そうか、だからとは僕の住むアパートをしていたんだ。刹那として過ごしてた頃の記憶がほんのわずかに残っていたんだろう。黙っていてごめんなさい。でも怖かったんです。私が知らない人が私のことを知っていることが、その人がいい人なのか、どんな関わりを持っていたのか、私にはよくわからないから。事故や強いショックで記憶を失ってしまう。その結果全くの別になってしまった。ドラマや漫画で聞いたことあるけれど、まさか彼女がそうだったなんて。だから、そのフォアは僕の胸に顔を埋めたまま口ごもる。彼女が何を言おうとしたのか僕には分かった。刹那はフォアが精神的にショックを受けたことで生まれた別人格だった。1年というトアの心が安定するまでの間だけ体を使うことを許された。いわば偽物の感情に過ぎない。トアが元気でいるということは刹那にはもう二度と会えないということで。
もしかしたら彼女は刹那は最初から全部分かっていたのかもしれない。だから写真を撮りたがらなかったのではないだろうか。刹那という存在がこの世界に残らないように、永遠に戻るとき足かせにならないように。桜井さん、永遠が不安そうな表情でこちらを見つめていることに気づき、僕はハッとする。ああごめん。永遠は小さく深呼吸をすると再び口を開いた。私一人でいると不安でどうしようもなくなる時があるんです。でも桜井さんといると心が落ち着いてとても安心するんです。桜井さんがそばにいてくれたら私自分のやりたいことが見つけられる気がするんです。だからいやそうじゃなくて、私は桜井さんのことが。待って。無意識にトアの言葉を遮ったことに僕は自分で驚いた。君が僕と一緒にいると安心するのはもしかしたらその刹那として僕と過ごした日々が記憶の底に残っているからではないだろうか。私だってそんなにバカじゃないです。そのくらい自分でも分かってます。トアはまっすぐに僕を見つめる。その瞳がゆらゆらと揺れる。私がこの街にいたことは偶然じゃない。刹那さんのあなたに会いたいって気持ちが私たちを巡り合わせたんだと思います。私出会いって人それだと思うんです。学校が同じだとか飲み会でとかきっかけもですよ。たまたま二人になった時に優しさに気づいたからとか、不安な時に支えてくれたからとか、私と桜井さんの出会いが好きになったきっかけが刹那さんがいたからというのはそんなにいけないことでしょうか。全部わかってます。分かった上でそれでも私今ここにいて、それは刹那さんでも他の誰でもない、私が自分の意思で決めたことだから。だから私は刹那、何この話、むちゃくちゃ切ないんだけど。私はあなたのことが好きです。私と付き合ってください。僕の服をつかむ彼女の力が一層強くなる。緊張からか、もう華奢な体は小さく震えていた。僕は、何これ、セーブしとこう。これはセーブしとこう。悪い、抱きしめない。それは刹那のに対する裏切りでもあると思うから、それはなぜか抱きしめたくない気持ちだったね。僕は彼女を抱きしめたくない衝動を何とか抑えると口を開いた。全部話してくれてありがとう。ごめん。とはうつむいたまま僕の次の言葉を待っていた。僕は刹那のことが、なんだ、そんなに、そんなに違いますか、私と刹那さんは。うん。君と話をしていくうちに、記憶の中の彼女の存在が刹那との思い出が過去になってしまいそうで、僕は最初そのことがすごく怖かったんだ。でもそんなことは全然なかった。君は家族をとても大事にしていて、ストーカーまがいの僕にさえ優しくて、自分のなりたいものを探そうに一生懸命で、会って間もないけど、わかるよ。父さんはそういう人なんだろうって。君の体は間違いなく君のもので、だから君が本物なんだと思う。僕は君の偽物を好きになったんだね。子供の頃は雪が好きだったのに、いつの間にか冬が来るのが億劫になっていた。出版の仕事は憧れて自分のやりたいことだった。嫌な部分が見えるようになってから、
仕事は仕事でしかなくなってしまった。変わらないものなんてないと思っていた。でも刹那への思いだけは変わらなかった。僕は多分これからも先もずっと彼女のことが好きなんだと思う。何ですかそれ。コアは僕の胸に顔を埋めたままくすりと笑った。自分の彼女のことを偽物呼ばわりするし、自分から私のことナンパしていたくせに振るし、最低ですね。ほんと最低だ。私あなたのことが嫌いになりました。だからあなたとはもう二度と会いません。さようなら。彼女は僕のそばを離れるとくるりと背を向け歩き出す。僕は彼女の姿が見えなくなるまでその前立ちすくんでいた。これ以上一緒にいることはお互いにとって良くないから、自分から別れを切り出してくれたんだよな。こういう不器用な優しさが彼女らしくて、やっぱり彼女はトラという一人の女の子なんだと、そんな当たり前なことに改めて気づかされた。偽物に恋をする、これ切ないエンドか。切ないエンドなんだけど、どちらかというとこれ、これ何、これ多分ノーマルエンドかな。あーマジか。いやそうなんだよな。でもね、ここまで仲良くなったらね、やっぱりちょっと彼女に気持ち揺らぐ気持ちもあるんですけどね。ただこの作品的に考えると、やっぱりフィードにすごい恋をする、だからね、最後まで貫き通す形になっちゃったね今回は。きっかけなんてものは特になかった。バイト先から帰宅する途中、ショーウィンドウにする自分の姿をぼんやりと眺めながら、今日が自分が自分でいられる最後の日であるということを本能的に誘ってしまった。え、これ刹那の話？ショックではなかった。いつかこの日が訪れることは分かっていたから。それでも残りの時間を考えると、焦る気持ちを抑えることはできなかった。最後に彼に会いたいと思った。こんなことなら、スマホを持っていればよかった。小さな後悔を胸に、ひたすら走る。アパート近くの公園にたどり着く頃には、息切れもひどく、冬だというのに額からは汗があふれてくる。いてくれも気にせず電話ボックスへ入ると、震える手で彼のスマホの番号を押す。もしもし。焦りと不信感の混じったような彼の声。刹那。彼の声を聞いて安心してしまったのか、それ以上言葉が続かない。珍しいね、電話かけてくるなんて。どうしたの？というかごめん、今忙しくてさ。出張で地方へ出ている彼は、仕事が忙しいせいか少し声を荒げて喋る。それでも声が聞けただけで嬉しかった。最後くらいわがまま言っても許されるだろうか。今から会えないかな。え、今から。彼の驚いた声が聞こえる。急に言われてもな。ほら今仕事で出張に出てるだろ。すぐに彼氏も 2,3 時間はかかりそうだし、明日じゃダメかな。明日。今日という日は自分にとっては最後の日でも、バイトだったっけ。うわ切なすぎる。何これ。明日で大丈夫。自分でいられなくの分かってるからだ。彼にとってはなんてことのない一日で。そうなんだよね。でもこの子にとって特別なんだよね。それが少しだけ寂しかった。急にごめんね。仕事頑張って。最後の彼に迷惑をかけたくないと思った。いやかけろよそこは。いいんだよ。それじゃあね、バイバイ。いやかけろよ。彼の返答を聞く先に電話を切る。
家に帰った荷物を整理してこの街を出て行こう。彼との思い出も全て処分してしまおう。いやそうね、残せないもんな。明日の自分が彼の存在に気づかないように。明日の自分に彼が恋をしないように。我ながらひどいやつだな。彼を問われたくない気持ちの多分ちょっとはあったんだろうね。彼に本当のことを言わなくてよかった。あ、刹那は知ってたんだ。言葉にしたらもっと泣いてしまっていたから。大好きだよ。言おうよ、そこは言おうよ。もう色と会うことできない。大好きな人との日々を思い返しながら。いいんだ言っても。いつまでも受話器を言い締めていた。トゥルーエンド、君の偽物に恋をする。いやいや、トゥルーなんだけど、何これ、心に何、トゥルーダメージですよこれ。わあ、なんだこれ、めちゃめちゃいい話じゃん。こんな話あるかよ。切ないですねやっぱりね。なんだろう、好きなのはすごいあれだし、明日の自分に通して、まあ、嫉妬じゃないんだけど、そう、なんかこう、なんかね、やっぱりちょっと嫌っていうのもあったんだろうね。でもその中でも自分はもう消えてしまうっていうのが分かっているわけじゃないですか、この中で。でもその中でなんか彼のことを思うと、それを言ってしまうことで彼にとって重荷になる可能性もあるって考える。プラスやっぱりそのことで、そのこと話していって、どっちの自分が、そのトアが彼にとって重荷になってしまったりとか、もしくはトアにとって彼が何か特別な存在ではなかったのに、自分のことのせいでなんか特別になってしまって、どこかなんか自然な形でもなくて、まあ要はちょっとした契約みたいな感じでね、好きになってしまうと、なんかそれはなんか良くないって思ったんだろうね。だからこそ証拠とかを残すのはもうダメだって思った結果の多分決断だったと思うんだけども、それでもやっぱ涙流すぐらい好きだったっていうね、彼女の気持ちを考えるとあれだけど、そのいなくなった彼女のことを探していた彼が、結局彼女自身とも会えたけど、やっぱりその中の魂は違ったわけじゃないですか、刹那とトアで。って思うと、なんか幸せだったけど幸せではなかったみたいな、こういう感じのストーリーだったのかなって思いますね。すげえいい話でしたけどね。君の偽物に恋をする。まあ、でもこちらの方はどうだったんですかね。トアを抱きしめてみましょうか、今回は。僕は震える彼女の体を力いっぱい抱き返した。その衝撃的な行動に自分自身で驚く。まあ驚いちゃうよねこれは。頭の中では自問自答が繰り返されている。僕はどうして今彼女を抱きしめたんだろう。それは、あー来ちゃったねこれは。いやこれは刹那ではなく、トアのことが好きになってしまってからね。でしていくうちに、トアの告白から数ヶ月が経過していた。何これ、神社。季節が変わり、僕の住む町にも桜が咲き始めている。僕は町で有数の桜の名所を訪れていた。見てください、桜すごく綺麗ですよ。あ、屋台も出てみたいですね。アキくんは何か食べたいものありますか。元気な感じ。隣からは彼女の弾むような声が聞こえてくる。
あの日、僕は彼女の告白を受け入れた。アキ君、話聞いてる？ああ、ごめん。少しだけ不機嫌な彼女の声に焦った僕は、慌てて声のした方へ顔を向ける。すると、そこには桜色に染まる景色の中で微笑むコアの姿があった。どうしたの？もうとしてめっちゃ可愛いじゃん。これ何これ、もしかして退屈かな。いや、綺麗だなって。あ、素直にね、これ言えるの大事だね。褒めること、素直に褒めることの大切さ、これすごく大事です本当にね。考えるよりも先、自然とそう口にしていた。桜が？彼女が期待のこもったような眼差しで僕を見つめる。どっちも。何それ。彼女は少しだけ照れくさそうに笑う。目の前にいる彼女を、コアのことを好きになっていっている自分がいる。それは少しだけ寂しい変化ではあるけれど、きっと前向きな変化でもあるから。だから僕は今のこの気持ちを、この景色を忘れないでいたいと思った。君に恋をした。いやでもね、接していくうちに恋をする気持ちも分かる。まあ、これはこれもまた、なんだろう、なんだろう、まあ刹那がなんか気にしないでって思ったことかもしれないんですけど、これはこれでなんだろう、トア自身もなんかそう言ったことでね、暴露したことで、それでも自分のこと好きって言ってくれるってもうね言ってしまったら、何この人めっちゃ優しいじゃんって感じじゃん。でも主人公からしても、多分このエンドっていうのはそもそもがその全部暴露して、それでも私を好きになってくれるみたいなところとか、でもその今まで黙っていたことに対しての彼女の負い目とかも考えたりとか、でも2ヶ月の期間ね、こういろいろ話したりとか相談とかしていくうちに、やっぱりでも情が移り変わってしまうところあると思うんですよね。だからこのエンドはこのエンドですごくいいなと思います本当に。はい、ただどっちのエンドがいいのかって言われたらちょっと判断が難しいですけどね。いや、このエンドもいいですね。最初のセクハラエンドが全ていいと思います。これでもちょっと気になるね、ここの鉄さんのことが好きだから、これ気になるわ俺。これどうなるんだろう。そうそう、それでね、前にアキくんと二人で行ったカフェに一人で顔出してみようとしたんだけどさ、当時運悪く大雪で、私の腰くらいまで雪が積もっててさ、カフェの道が塞がっちゃってたの。この辺りじゃよくあることなのかな。ドアの告白から数ヶ月が経過したある日、僕は彼女を自宅に招いていた。僕らが付き合うようになってから彼女が部屋に入るのはこれが初めてだった。諦めて帰ろうかなと思ったらね、クマさんみたいなおっきいおじさんが後ろから現れて、雪を気にせずにぐんぐん前に進んでいくの。これはチャンスだと思ってクマさんの後ろにくっついてた、無事にカフェに入れたんだよ。え、大丈夫？精神壊れてない？おかしいよね。とは緊張しているのか少しだけ早口で、時折チラチラとこちらの顔色を伺っているようだった。アキ君、私の話面白くないかな。うん、そんなことないよ。僕はこの数ヶ月間ずっと考えていたことをとわに伝えようと思っていた。そのせいで少し上の不安になってしまったらしい。これ絶対別れ話やん。これスマホで時刻を確認すると21時を過ぎようとしていた。あのさ、あ、はい。ドアが緊張したような声で返事をする。その瞳は何かを期待するかのようにゆらゆらと揺れ動いていた。そうそう、帰る？え？あ、ごめん、そうだよね、帰らなきゃだね。送っていくよ。うん、ありがとう。ドアは少しだけ肩を落とすと立ち上がる。何これ、告白受け入れておいてそれなの？
え、なんなのこいつ、むっちゃムカついていったわこれ。そのまま僕に背を向けると、コートに袖を通しながら声をかける。アキ君はさ、今でもその、僕は彼女の背後にそっと近づく。そして彼女の後頭部を鈍器で思いっきり殴った。鈍いうめき声と人が倒れる音が耳に響く。トアはうつ伏せのまま苦しそうな声を漏らす。トア？トア？僕はトアの名前を呼ぶ。痛い、なんで？彼女は頭を抱えたままか細い声を出す。僕は彼女の腕を引き立ち上がせすると、そのまま彼女の体を壁に押し付けた。え？なんで？え、トアをこの体から追い出そうとしてる？あれね、おかしいな。トアから聞いた話では、母を失った、すなわち強いショックによって、刹那という人格が生まれたという。力加減を間違えたから、トアは怯えた表情で僕を見ていた。体はガクガクと震え、とても恋人に向けるような態度ではなかった。どうして？私のこと好きだって。どうしてって。嫌だな。僕が君のことを本気で好きになったと思ったのか？え？トアと付き合うようになってから、いろいろな場所に遊び行った。そのすべてが、僕と刹那の思い出の場所だった。あ、彼女を思い出させようとしてたんだ。僕さ、これでも結構我慢したんだよ。でも、どこへ行っても記憶がちっとも戻らない。それならもう、こうするしかないじゃないか。本当は僕だって嫌だよ。刹那の、彼女の体を傷つけたくはないからね。私と付き合ったのはそのため？トアが瞳に涙をかくそう言った。私のこと好きじゃなかったってこと？うるさいな。そんなの当たり前じゃないか。だって君は刹那の偽物なんだからさ。僕が偽物の方を好きになるはずがないだろう。違う、私が本物。ああもういいから、今度はもう少し力を強くするからさ。頼むね。今度こそ元に戻ってよね。僕は再び彼女に向け鈍器を振りかざす。え、やめて、助けて。彼女は恐怖で顔を歪めたまま僕に向かって精一杯叫び声を上げた。やめてくれ。刹那、そんな顔をしない。偽物はさっさと消えてくれ。僕は腕を振り下ろす。刹那、俺でやっと会えるんだね。何？え、ボコボコに殴ってない？そういうエンド？え、三発？バッドエンド。君に会いたい。あ、すいません。なんかトゥルーエンドのすごくいいエンドの後と、あとノーマルエンドのいい後を見てから、そう、それ見てからこのエンド見ると、マジクソみたいな記憶しかないっていうかね、感想しか湧きませんでしたね。いや、人を人の代わりにすることなんてできませんからね。ガチで。いや、最後に、そうですね。主人公は気合いになれて、本当に良かったと思います。というわけで、君の偽物に恋をする、どうだったでしょうか。めちゃくちゃ個人的には本当に面白かったし、トアが、その、アキくんに対して、暴露するシーンは本当に、えっと思って、あ、俺、てっきりなんか、妹が、なんかこう、お姉ちゃんの代わりをして、
なんか出会いに行ってると かそういう感じなのかなと思ってて、なんか妹がいるみたいな話が途中出たから、なのに全然そんなんじゃなかったから、えあなるほどと思って、でもなんかこう話の布石に、そう、母が全てを決めてくれたこと、そして空っぽだったことに対しての答えもそこで出てて、伏線もしっかりと回収されてるんで、めちゃくちゃねしっかりしたストーリーだったんで、いや本当に面白かったです。いや本当にいい作品だったんで、いや次回作もすごく楽しみにしたいですね。それでは今回は君のってものに恋をする、作者の方ニケという作者様ですね。はい、それでは皆さんもまたよかったら見てください。ミントスでした。それでは皆さんにトゥルーエンドがありますように。それではまたどこかでお会いしましょう。次に会う時は私が偽物か、それとも本物なのか、どちらなのでしょうか。 See you later. バイバイ。よければチャンネル登録お願いします。